皆さん、こんばんは。こんばんは。時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週火曜日は僕たち BMK がリモートの生放送でお送りしていきます。今夜の担当は BMK のピンク色ミカちゃんことミスミカズキと、オンエアギリギリまでグミを食べてギリギリで飲み込みました佐藤たけみです。よろしくお願いします。お願いします。まずはじめに、ただいまおかえり。あなたもただいまです。 あなただけじゃないの、はい、我々ただいまでございます。あ、二人ともですか。そうなんです。我々 BMK ですね、このビートアラウンド834サテライトフラッシュではもう何度もお世話になっておりまして、お世話になっております。ついこの間まで木曜日担当させていただいてて、今回は火曜日で戻ってくることができたということで、なんかあれよね、なんかご婦人の習い事ぐらいなんかポンポン曜日が変わっていく感じでとても素敵よね。嬉しい限りでございます。まあ、今夜ね、初めて BMK に出会ったっていうリスナーの皆さんもいらっしゃると思いますので、まずは簡単に僕たち BMK の紹介をさせていただきます。我々 BMK はですね、名古屋を中心に活動するボーイズ&メンの弟分グループとして、昨年1月にメジャーデビューした新人の、ピチピチのグループでございます。はいよ。現在も名古屋を中心に活動しておりまして、今はですね、全日本タワー協議会のオフィシャルアンバサダーなるものを務めさせていただいておりまして、皆さんのお近くにあるタワーにもしかしたら BMK がお邪魔する日もあるかもしれません。そんなね、名古屋を中心に全国に向けて発信中のグループでございます。はい、そんな BMK がお送りするサテライトフラッシュなんですが、先ほどもお話しした通り、今年の4月から6月、毎週木曜日のサテライトフラッシュを担当していたんですが、今回は火曜日で戻ってくることができたということで、何回目これ、なんか何回もやってるみたいよね。そう、なんか何回もやってるって言い方悪いけどね。何回もやらせていただいてますよ。あれですよね、だからなんか毎回何かこういろいろと大きいこうお仕事とかを終えて、またサテライトフラッシュに戻ってきてるから、なんか嬉しいことにこのご報告するさ、いやそうなの、規模がでかくなってってる。だって本当あれだったじゃない、神社巡りしながら眠りかけながらは秘密なんだけど、すっごい眠たくなりながらラジオに来たこともあったし、なんかそのエリア研究生のがまだちょっと一人しか出れないからちょっと代打で来てくださいよって言ってやったりとかしてたこともあったのに、今じゃタワーのアンバサダーですっていう。そうなんです。嬉しいね、このグループ紹介がすごい毎度毎度てんこ盛りになってる感じがすごく嬉しい、どんどん増えてってる感じがするのがね、もうね、スタッフさんも数えきれないそうで、台本にこれで何回目、これで5回目ぐらいってクエスチョンで書いてあります。俺たち研究生の頃からやってるの？そうそうそう。ボイメン研究生？2019年末ぐらいから多分お世話になってる。へー。ようさ、こんなようわかんないさ、バックダンサーしかしてないような奴らにラジオ沸かしてくれましたね、その当時は。もともとボイメンの研究生。すごいね。いやー嬉しいね。まあ今月から、3ヶ月ですね、12月まで、毎週火曜日はこの時間はですね、我々 BMK が全力で盛り上げていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。というわけで僕たち BMK がお送りするサテライトフラッシュ、今日のメッセージテーマは今一番やりたいことです。イエーイ。あるよ。僕たち先日まで、だって今日まで恋煩いシーズン2という、僕たちのシングルをですね、リリースするにあたっていろんなところでリリースイベントやってたんですよ。そうなんです。もうそれはそれはごめんなさい、大忙しでやらせていただいてきたんです。もうな、違う、聞いて、なんか調子乗って忙しいんじゃなくて、本当に忙しかったんだから。まあありがたいことですね。もうすごかったよ。なんかびっくりしたのはさ、なんか台風で帰れないけど帰らないといけなかったから飛行機とか使って帰って、そう、飛行機降りだったらもう車が待ってて、車に乗ったら、じゃあこの後10分後に本番ですみたいな。あったね。マジでそれぐらい忙しかったの。本当に。もうヒゲだけ剃ってステージとかは知らないけど、トム・クルーズとかより絶対忙しかったと思います。そんなことはねえよ。トム・クルーズさんの方が圧倒的に忙しいから。もうそれぐらい忙しかったので、で、それがちょっと落ち着いたと。はいはいはい、落ち着いたんですけど、ちょっとこれだけ言わせてほしいですか、ね。私まだがっつり1日休みもらってない。そんな中で今一番やりたいことをみんなで語っていこう。かしこまり。私にもちょっとアイディアちょうだいよ。はいはいはい。そんなことでやっていきたいと思います。皆さんのやりたいこと、そして我々にね、ぜひやってほしいことなど何でも募集しております。お願いします。メールはですね、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンからお願いします。またはメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。はい。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからお願いします。はい。
そして今日の番組の告知動画メディアス FM のツイッターにアップしていますので、メディアス FM のツイッターのフォローもよろしくお願いします。そしてハッシュタグメディアス FM でもたくさん皆さんつぶやいてくれてありがとう。それもどんどん読んでいくぜ。お願いします。さあそれではここで一曲お聴きいただきましょう。先ほどお話に出ました、全日本タワー協議会のオフィシャルアンバサダーやらせていただいております BMK です。そのテーマソングになっている楽曲です。聴いてください。トップオブトップ。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週火曜日は BMK がお送りしています。今夜の担当は BMK のピンク色ミカちゃんことミスミカズキと、たくあんをボリボリ食べたいヒーロー佐藤匠です。この後午後1時30分までお付き合いください。お願いします。お願いします。すごい自己紹介の情報量。やっぱりね、何をしたいかが大事ですよ今日は。素敵です。そう。You want what you do you want っていうことですよ。あなたは何をしたい。はいはいはい。What do you want? すごいちょっと教育的っぽい。全然そんなことないわ。賢い。そうかな。ただただ簡単な英語言っただけよ。さっぱりわかりませんでした。ですか。さて、ここからはですね、皆様から送られてきたメッセージを紹介していきたいと思います。うん、もうね、すでにたくさん届いております。本当に。うわ、すごい。なんか今速報みたいにもらっちゃった。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマが、今一番やりたいこと、うん、ということで、早速紹介していきたいと思います。はい。ラジオネーム、マロンさん、センキュー。ありがとう。たくみくん、みかちゃん、こんばんは。こんばんは。今一番やりたいことは、ホテルの女子会プランで、友達とワイワイ美味しいものを食べながらおしゃべりしたいです。これは、推しにしゃべりでおしゃべりです。はいはい、はい。お二人はどんなところに行ってみたいですかということで、私もそう。私、最近思った。はい。お酒の場っていうのは、私は、ちゃんとしゃべる場ではないと思う。ほう。なんか、お酒、大人ってなんかさ、お酒を飲みながら話したいよって言うじゃん。しっぽり、しっぽり話したいとか言う。私、それあんまりうまくいかないタイプかな。なんか、向こうがどんどん変になっていくのを見届けていく時間になってしまうので、なんか、だったら、昼時から紅茶を飲みながら話したい、はい。ゆっくりね、落ち着いてね。うん、そう、って思うと、マロンさんと同じ気持ちかもしれない。ホテルで、おしゃべり。まあそう、ホテルでちょっと、お仕事の人と会うのはちょっと嫌だけど、カフェとか、ね、そうそう、なんかそうそうそう、おしゃべりをメインとして、なるほどね、なるほどね。したい。だから、焼肉とかと共にも絶対無理だね。はい、はい、はい。これ一つしかできない。あ、これはすごくいいと思うな。ミスミピクニックしたいですね。ああ、ピクニック？ピクニック、その。ピクニックってさ、何がメインイベント？お弁当じゃない？と食べるのがメイン。食べるのメインじゃない？食べ終わったらさ、よし。片付けるってこと。まあだからサッカーボールとかあったらもう俺なんか一番いいですね。そうか、俺ピクニックもそんなに楽しんだことないな。どうやって楽しむのが一番なんか、あれってさ、やったことあるのピクニックは。ミスにはないです。ないでしょ。あれってさ、どうすんの終わり方。知らないよ。終わり方むずない。だってさ、お酒だったらよーみたいな、あれだったらやばいみたいな、なんか、うん、ピクニックってどうやって終わるの。なんかピクニックってどうやって終わるんだろうね、一体。どうやって始まってどうやって終わるの。ちょっとリスナーあれって何、あ、なんか仲良しだからなんかできるっていう、そういう感じと同じ。なんかピクニックはそのなんだろうな、うん、前哨戦であって、その後になんかメインイベントとかあるのかな。あ、いや、わかんないわかんない。なんか、でもこれ全然関係ない話してもいい？なんか、久々に会う友達とだと、俺絶対に何時間飲み放題プランとかにする。はいはいはい。そうすると、あ、すいません、ラストオーダーですって言ってくれるの。あー。なんか、いや、もう別に嫌いなわけじゃないし、うん、なんか、それ、なんかたくさん話したいわけじゃないんだけど、はいはいはい、それを言われるとちょっとほっとするというか。終わりがはっきりあるからね。そう。なんか、ピクニックってそれできるのかな。なんか、誰かに終わり時間を伝えてほしいかもしれない。だからもう事前に言っちゃえば、うん、例えばお昼12時ぐらいに集合して、うん、ごめん、今日さ、16時から予定があるから、うんうんうん、15時には帰んなきゃいけないんだって言っとけば。でもさ、罪悪感すごい、ね、多分。罪悪感すごい。乗ってる電車でさ、この後、ただただソファに座るんだけどなって思いながらってこと。そんなの耐えられない。何の話してんの。もしよろしければお便りでもいいですし、ハッシュタグメディアス FM でいいピクニックの終わらせ方。そうだよ。いやでも多分ね、なんかコミュニケーション高い人たちはうまくいってんじゃないの、そこら辺は。教えてください、ちょっと我々迷える子羊たちに。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ続いて参りたいと思います。はい、はい、どうぞ。ラジオネームひまわりさんからいただきました。ありがとう。今一番やりたいことは、うん、見せる収納です。見せる収納。応援している方たちのグッズがお部屋にたくさんあるけど、捨てることなんてできないので、なんとか見せる収納をやってみたいです。うん。だからあれじゃない、そのなんか外から綺麗に見える、うん、あ、
はいはいはい、そのタンスとかに全部詰め込んでしまうとかじゃなくて、うん、その棚に綺麗に CD を例えば発売順に並べたりして飾ってみるとか、うんうんうん、そういうことですよね。なるほどね。うちのお母さんのさ、俺の応援グッズ飾ってんのが地上波で晒されたさ。晒されたね。晒されたっていう方もあるだから。それを参考にしてみたら、やっぱり綺麗だったね。なんかあれじゃない？なんかうちのなんか肉親がやってると思うとさ、その飾ってるの。あれどんな飾り方してやったの？なんか神棚みたいだった。なんかお祭り近い時の、はいはいはい、なんかお地蔵さんの前みたいになった。確かに。けどなんか全部物が綺麗に見えるように段差とか使ってたよね。使ってたね。ね。うん、ああ、段差いいです、ね。なんか、あ、でもあとはなんか、俺すごいなって思ったのは、うん、俺メイク系の YouTuber さんよく見るんだけど、はいはいはい、ああいう人たちってもう本当になんかお店みたいになんかもう何番、ダダダダ、そのなんか何、各ブランドとか揃えてやってるのよ、はい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 。その発売時期とか種類ごとに分けてんだ、うんうん。そういうのも素敵かも。ちょっとね、BMK も最近グッズ増えてきましたね。増えてきたよね。ぜひ皆さんも見える収納チャレンジしてみてください。うん、さあ、それでは続いてまいります。はい。続いて、ラジオネーム、ライオンフーさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。タヨミンさん、ミカちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日のテーマ、一番やりたいこと、寝たい休みたいです。おー、絶賛通勤中なのですが、やっぱり寝ても疲れは少しずつ蓄積されていってるようで、うん、そろそろ体に限界が来そうな予感がしつつも必死に働いてるところなのですが、かっこわら。お二人は疲れた時はこれしてるとか、何か心がけてることやリフレッシュ方法などはありますか？よかったら教えてください。あー。ライオンフー！いいね。ライオンフー。だいぶお仕事で溜まってそうですね、けど。え、でも俺は、俺たちは、このリリースイベントを乗り切る一個の方法として、新しいお友達を見つけましたよね。何ですか？休息時間っていう。ああ。はい。ありましたね。これおすすめです。本当に通勤の皆さんにも。なんか足に貼る湿布みたいなやつでしたっけ、うん、そう。足用の湿布で、はいはいはい、それをつけるとちょっと疲れが軽減されるよっていう湿布を、うんうんうん、今回は本当に何箱もいただいて、はいはいはい、それをつける毎日だったんですけど、本当におすすめだったので。あとは佐藤さんが、その、うん、あれですね、リリーベ中にずっと持ち歩いてた、うん、我々が勝手にドラゴンボールって呼んでる。あ、あれですね、ストレッチボールのことですね。そう、足裏ゴリゴリするボールだ。うんうんうん、あれもいいよね。ちょうどいい重みでね。うん、あれはね、素晴らしくいい、うん。うん、なんかやっぱりね、みんなね、足裏をね、なんか全然気使ってないの。はいはいはい。足裏っていうのは、本当に、幼稚園小さい頃に鍛えれば鍛えるほど運動神経が高くなる。へぇー。って言われている部位なので、はいはいはい、皆さん足裏ケアはちゃんとしてあげてください。ない方はゴルフボールでもいいんだもんね、あれ。だけどね、ちょっと痛いね、ゴルフボール。痛いんだ。ちょっと小さすぎるから、うん、重みが、しっかりかかっちゃうのよ。はい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 、表面積が小さければ小さいほど、重みってしっかりかかっちゃうから。なるほどね。うん、これは気をつけたいね。なるほど。ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、使ってみてください。さあ、それではこの時間ラスト1通いきますか。はい、ラジオネーム、もちペンさんからいただきました。ありがとうございます。私の今やりたいことですが、うん、浴槽にお湯を張って湯船に使ってゆっくりしたいです。やっぱりみんな疲れてんだって、一回寝ようぜ。一回寝ようぜ。なんかね、朝晩が少し冷え込みもありますし、うん、新しい仕事が始まって忙しいこともあり、お風呂でゆっくりできたらなと思ってます。お二人は長風呂派ですか、さっと済ませる派ですかと。どうですか、佐藤さんはどっちですか。最近は長風呂って概念はないね。風呂という概念すらもなかったりしたから。へぇ。いや別に入ってないわけじゃないんだけど、シャワーね。圧倒的にシャワー。だってもう、だけど、ここ最近は、ごめん、全然嘘ついてたわ。何？ここ最近は本当に、短い、休憩時間の中で声を使わなきゃいけないっていうことをやってたから、はいはいはい、一発目のライブが、で、どれぐらい声が出るかが今後につながっていくわけ。うんうんうん、だから、一発目の時になんか寝起きすぐで声出しちゃうともうその日一日中声が終わるから、ねうん、毎回2時間前に起きてちゃんとお風呂を使ってたわ。素敵。大変だったけどね。素晴らしい。どこでも絶対にお風呂使ってから行く。そうじゃなくてもね、声がその一日終わりなのよ。いや、お湯っていいよね、やっぱ。いや、お湯大事。ミスミですね、ちょっと、ここ数日、東京に遠征しておりまして、うん、BMK 自体が。うん、そうね。5日ほど東京にいたんです。ついさっき名古屋帰ってきまして。帰り。東京の時、寮に泊まってるんで、うん、湯船ないんですよ。浴槽がないんですよ。うんうん、5日間ずっと朝晩シャワーで地獄だったんで、うん、まあシャワーあるだけありがたいんですけど、うん、絶対に今日は湯船に浸かろうと。うん、もう帰ったらご飯よりも何よりもお湯沸かして2時間は浸かりたいね、うんはい、もう入浴剤も入れたいと思います、うん、それぐらいね湯船大事ですから、うん、もう皆さん仕事でお疲れだと思います。そうだね。このラジオが終わったら一緒に湯船浸かって
癒されましょう。うん。まああとはね、なんだかな。うん。そう、つい先日お休みがありまして。そうだね、お休み、まあそうね。そう、一日ミスミはお休みがありまして。お休みがあったと。どうしちゃって過ごしてたんですか？12時間寝てやりましたよ。あ夜3時に寝て、うん、あ、12時間じゃねえか、嘘や。12時間じゃない。夜3時に寝て、うん、昼の12時に起きたら、うん、起きたから9時間だ、うん。まあまあまあ、そんな寝てないわ。結構寝てるのよ、それって。そんな寝てないわ。お兄さん、そんでさ、うん、寝て、すごく寝てきたなっていう日って、あなた、顕著にすごく寝てきた感じ出してくる、ね。顔パンパンですから。さ、あなたさ、あなたそれは何自分でさ、うん、やっぱり、分かってるのそれ自覚あるの自覚あるし、あ、本当その、ちゃんと普段通りに設定してるんだけど、俺だからさ、仕事来るじゃん。うん、あ、ミカちゃんよう寝たんだなって思う日って、うんなんか、ミカちゃんは、多分俺たちね、よう寝た感は出さないように頑張ってくれてるわけ、うん。それはだってお仕事だし、うん、俺たちもまだお休みないかった人もいるだけですね、うん。だから頑張ってるんだけど、この人よう寝てるわって。しょうがない。やっぱ、隠す努力をしても隠せないもん。隠せないんだから。いや、すごいなと思う。だから、嬉しいよ。でも元気でね、いてくれることがメンバーとしても一番ですから。そうそうそう、よく寝る。これ大事です。大事だ。皆さんも湯船使ってよく寝てください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。うん、BMK でディスコネクション。愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ BMK のピンク色ミスミカズキとたくあんがどうしても食べたくなりました黄色佐藤匠がお送りしてきましたがそろそろお別れの時間です。懐かしい、俺思い出した。何何何思い出した。ミカちゃんは FM って言葉が苦手。そうなのよ、今もね怪しかったのよ。あのね、さっきからずっと怪しいんだけど、あ、これミカちゃんそうだ、メディアス FM ってずっと言えないんだって、これね、ずっと今思い出したわ。ビートアラウンド834サテライトフラッシュとかは、もう、ページが覚えてるから、もう何も見なくても言えるんだけど、うん、メディアス FM だけは、本当にね、うんその一瞬だけすごい頑張んないと言えないんですよ。あなた苦手ね、この言葉。FM がね、FM、なんか FM だ、FM だけだったらいけるんですけど、うん、前にメディアスがつくと、途端に難易度がね、跳ね上がるんです。なんか FF って言いそうになるね。そう、メディアス FM。FM ね。FM。そうそう。なんか今、だからそれでなんかやっとなんか、あれこれ、戻ってきたんだ。わかんないな。時をかける少女で、うん、原田知世さんがラベンダーの香り聞き換えで思い出したみたいな。何それ。そんな感じと同じで今、完全に今戻ってきた、まあ。すごいフラッシュバックしたんだ。そうそう。じゃあちょっとこれから3ヶ月間、メディアス FM。はい、FM 頑張ってください。発音にちょっとご注目ください。はい。さあ、ということでですね、そろそろね、お別れの時間が近づいてきちゃったので、はい、まずは、僕たち BMK の、お知らせの方からさせていただきましょうかね。ね、僕たち BMK、うん、先日、だって今日までこれをシーズン2というのをリリースさせていただいて、はい、オリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング3位をいただきました。ありがとうございます。なんそんなめでたい中なんですけれども、はい、なんとそんな中でですね、はいはい、新曲がまたリリースされることが決定しました。いつですか？はい、これがですね、タイトルがおばけ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 ガッチャというんですけど、はいはいはい、こちらが明日配信リリースすることが決定しまして。待って、まだ2週間しか経ってないじゃない。うん、なんでかと言いますと、うん、テレビ東京系で放送中のおはスタという番組のですね、はい、中で、放送されているアニメーション、お化け図鑑の新シリーズが明日から放送スタートということで、はい、なんと、そのお化け図鑑の主題歌に、この BMK のお化け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 ガッチャが決定しているからです。ありがとうございます。嬉しいね。こちらのね、おはスタが、なんと10月からは TVer にて配信で、うん、見逃し配信でも見れるようになったので、はいはいはい、今まで見れなかったよっていう地域の方も、それからちょっと朝忙しくて見れなかったっていう方も、はい、よかったら、新しい新シリーズのアニメ、そして BMK の主題歌に注目していただけたら嬉しいです。お願いします。その他にもですね、いろいろとイベント、10月はね、学校さんに出たりとかね、あるね、お祭り系に出たりとかね、うん、すごいんだよ。いや、やっぱ10月っていうのはいい季節だね。いい季節ですよ。イベント教室たくさんありまして。うん、なので、ぜひ皆さんそちらもお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。そんな中でも本当にたくさんのお便りも来てたりとか、ね、ハッシュタグメディアス FM でも、はい、いろんなつぶやきをね、ピクニックは、なんか、疲れたから帰ろうって言ったら帰るとか。はい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 。ピクニック終わりに関してもたくさんいただいて。ありがとうございます。たださ、疲れたから帰るはすごい親友しか無理だからね。うん。会社の上司とピクニックに行った時、あんたはどうするんだい？じゃあ、会社の上司とピクニック行くか、令和で許されると思うなよ。それで。まあけど、3ヶ月ありますから、うん、どっかのタイミングで、そのメッセージテーマ、ピクニックの終わらせ方とかでもいいよね。そうだね。なんか、楽しい時間の終わらせ方。あ、いい、それそれそれ。なんか難しい。
あれだって私本当になんかこんなこと言うのあれだけど、うん、特典会に終わり時間があってよかった、俺剥がしがあってよかったなって思うの、うん、私永遠に喋りちゃうから喋れるからね君、なんか難しいのよ、ね、本当にこの中に剥がしという文化がとてもよかったなと思いました、はいはいはい、いや本当にリアクションとかもね、はい、お便りもたくさんありがとうございます、ありがとうございます、全部読み切れなかったんで、はい、せめて、ラジオネームだけでも紹介させていただきたいと思います、わかった、おすぎさん、おすぎさん、七谷さん、七谷さん、よしさん、よしさん、腰痛持ちの幼児さん、腰痛持ちの幼児さん、ゆきさん、ゆきさん、他にもたくさんありますね、アンコシさん、はい、アサちゃん、かなた、マドレーヌ、小春くん、ポンコ、気づいたら足に青田、ありがとう、ありがとう、バジルさん、翼さん、そしてね、まだまだ、リアルタイムで送ってくださった方もたくさんいらっしゃいます、うん、まだ3ヶ月あります、読まれるチャンスあるかもしれません、はい、ぜひ送っていただけたら嬉しいです、うん、お願いします、そんな来週のメッセージテーマはですね、子供の頃怖かったものは何でございます、うん、ミカちゃんはありますよね、確実にメディアス FM ですね、それが毎週怖いはい、気を捨てていきましょう、はい、はい、ということでですね、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、はい、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます、アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞよかったここミスじゃなくてよかった、そしてこの放送はですねメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます、メディアス FM YouTube で検索してぜひチェックしてください、このパートイカちゃんが良かったなーー、これはぜひご覧ください、はい、それではこの後は再び田中大輔さんのビートアラウンド834でお楽しみください、はい、久々に大輔さんに会えてとても高みは嬉しかった、嬉しかった、よかったら今度ご飯に連れてってください僕たち BMK とはまた来週この時間にお会いしましょう、ここまでのお相手は BMK の三角月と佐藤匠でした、最後はこの曲でお別れです。BMK で、だって今日まで恋はつらい。皆さんまた会いましょうね。ということで、皆さんまた会いましょうね。せーの、バイバーイ。